XPBS-1 ニューイングランド航空博物館に展示されている四40人を超える乗客を乗せて大西洋横断航路で運用する構想で開発された。原型となったアメリカ海軍向けの XPBS-1 の他に3機が建造され、エクスカリバー、エクスキャンイアン、エキシターと名付けられた。1930年代初めには、 太陽横断の航空運航は飛行艇が用いられていた。長い飛行場が不要であり、故障時に着水することができたからである。1919年にアメリカ合衆国に移住して飛行艇設計の第一人者とされていたイゴール・シコルスキーがユナイテッドエアクラフトの子会社として設立したシコルスキーエンジニアリングで設計した。1935年3月に アメリカ海軍の新小海爆撃機の計画に対して、XPBS-1 として、コンソリデーテッド XPB2Y-1 と競争試作された。1937年9月9日に初飛行した。1938年に中による評価が行われたがコンソリデーテッドに敗れた。試作機はバージニアやハワイの小海で運用され、最終的に、 アラメーダの輸送部隊で運用され、1942年に着水事故で失われた。シコルスキーエンジニアリングは1940年にチャンスボートに吸収された。XPBS-1 をもとに民間用のボートシコルスキー VS-44 が開発された。プラットホイトニーの1200馬力のツインワスプエンジン4機を装備し、1600馬力の ツインサイクロンを搭載した競合するボーイング314に対して速度で時速 50km 余り上回り、航続距離も上回った。パンアメリカン航空との契約を狙ったが、パンアメリカン航空には採用されなかった。アメリカンエキスポートエアラインが3機を発注し、大西洋横断機船航路で有名であった 4A セスという4隻の機船の名を引き継いで、 フライングエーセスとして運行され、3機の VS-44 はそれぞれエクスカリバー、エクスキャン、イアン、エキスターと命名された。豪華なベッドやドレスルームを備え、食堂やバーが作られ、空調設備が備えられた。第二次世界大戦が始まると民間航空路は中断された。アメリカ海軍は、アヤアの所有する3機の VS-44 を、 徴用し、JR2S-1 として、ニューヨークとアイルランド間の人員や、貨物の輸送に用いた。エクスカリバーは1942年に離陸時に、墜落し、37人のうち11人の死亡する、事故を起こし失われた。戦後しばらくは、アメリカンオーバーシーズエラインズ、AOA と改名されたエアで運用された後、エキシターは1946年に、 ウルグアイの会社に売却され、1947年に事故で失われた。1949年に、エクスキャンイアンは、メキシコのタンピコ航空に売却され、アマゾンでの貨物運航が計画されたが、うまくいかず機体は、ペリューのアンコン港に係留され放置されることになった。1950年代後半に、南カリフォルニアの二人のビジネスマンがエクスキャンイアンを購入し、 ロングビーチに運び、修復を行った。アバロンエアートランスポートが運用し、水陸両用機、グラマングースと共に運用し、マザーグースという名前が付けられた。1967年までは、アットは、数千人の乗客を運んだ後、1967年に、女優のモーリン・オハラの夫の経営する、アンティルエアー・ボーツに売却され、バージン諸島に乗客を輸送するのに使われた。 1969年3月に暗礁により損傷を受けて運行を中止し浜辺に置かれてホットドッグスタンドとして使われることになった。1976年にエクスキャンイアンは海軍航空博物館に寄付されニューイングランド航空博物館に永久対応された。シコルスキーで働いていたボランティアに協力によってレストアが行われアイアで 運用時の姿に復元されている。オリバー・ムーア、ザ・サーチ・フォー・エクスカリバー、ザ・ドゥーム・ド・フライング・ボート、ザ・シコルスキー・ VS-44 マイナス四、A ・ヒュージ・ハルク・オブ、A ・プレーン、クラッシュとアンオ・サンク・オフ、ニュー・ファンド・ランド・イン・1 9 4二、ナウ、AUS ・チーム・エイムズ・ツー、リカバー・イッツ、ヒューマン・リ・メインズ、GLOBEANDMAIL.com、セプテンバー、11、 2008landings.com ありがとうございます。